おはようございます。ジャスト株式会社代表関正樹です。嫌な話かもしれない。でもこれでいきなり切られるかもしれない。年の取り方ね。はい。で、さっきちょっと話したんだけど、この2人でね。はい。年取るって嫌ですねって話なの。はい。で、そこをね、この、まあ、この前の2回の番組で、こういろいろ話したよね、客観的なことを、ね、はい、客観的っていうか、もう本当は実は、感じられる時間っていうのはもうそんなに残されてないんで、はい、もう40半ばとか、実はもうそこの折り返し地点は実は20歳かもしれないって話して、はい、うん、で、嫌、うん、ですねって話なんだけど、はい、で、ここで、いろいろな人間の反応がある。どういう反応があるだろうか、年取っていくことに。嫌だなっていうのもあれば、実際行動的にね、なんか妙に若作りし始める人いる。はい、ああ、います。はい、うん、うん、それってどういうことだろう。もう流れに逆らうというか、うん、要はね、自分を欺いてんだろうね。はい、わかる。はい、で、年取ることが嫌だっていう、そういう見方をしてると、はい、やはりこの自分が実は嫌なんだろうね。ああ、はい。そうするとこれをなんとかこうカバーしようとする。はい。そしているよね。います。痛々しい。はい。特に女性には、ね。で、それに失礼かもしれないな、何百万もかけてる。もうそのために働いてるような人がいる。はい。どう思う。汚くなるのはしょうがないっていうか、うん、やっぱね、ここはそこはもうね、真っ向から受け入れる、はい、ないと、うん、もしかしたら心病んでるかもしれない。はい、やっぱで、やっぱ考えることはいかに美しく終えるか、うん、だからこれはね、若作りして戻れって話じゃないんじゃないのかなと思う。はい、どう思う。そうですね、うんうん、で、そういうまあ、ごくまれなんだけどさ、美しく老いていく人っているよね。います。で、それ別に美容に金かけてるとかじゃないんだよ。はい、うん、うん、で、妙にこう50代ぐらいになるとむちゃくちゃ化粧濃くなって、うん、うんうん、なんかこうギラギラし始めると、あれどうかな。僕はそういう人は苦手です。うん、まあ、で、実際そう大概の人はそう思う。はい。で、やはりこう どう老いていくか、それもやっぱね、美しい朽ち方ってあるような気がするね。はい。いう話ですね。うん、まあ、で、そうだよね。あとアメリカのインディアンなんか見ても、結構年のインディアン見てどんな感じある？たまに写真になるよね。あとアイヌのこの長老みたいなもの、写真見たことある？はい。どんなイメージ？なんか、なんて言うんでしょう。僕は、なんか、いい年の取り方というか、なんか、風貌といい、なんか、威厳があるというか、ザ・長老っていう姿形をしていて、なんか、いいなとは思いませんけど、うん、かっこいい、かっこいい、ある種かっこいいなと思ったりは僕はします。で、まあ、そういうこうものがあるんで、ただね、今の日本のホワイトカラー、特にホワイトカラーのお仕事してた人たちの年の取り方、結構大変だよね。大変っていうかさ、見苦しい年の取り方してる人多いね。はい、ということでね、やっぱそこはまあ考えていくべきなのかな。ちょっと暗い話になってしまいました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。